はい、どうも、エンペです。独り言アドバンス、7回目かな、7回目ですね。はい、5、6、ザコシです。いやー、2連続はきついですね。さて、今回も目標は6走狙っていきたいんですけども、そうですね、この位置だと結構この辺激戦区になるんでね、ちょっとこの辺狙っていってロゾーに入りたいと思います。よし、行こう。バカにしよう。そこにね、ボットが湧いてる時と湧いてない時があるんですけど、何なんですかね。分かれてるとすごく困るんですけど。さて、こっちに来てるやつはいないのかな。上から降りてきてるやつもまあいないよね。こっち側の窓から飛び降りると普通に撃たれる時あるんで、ちょっと考えながら降りましょうね。さあ、いるかな。もうね、イモリがめちゃくちゃ怖いから、どんだけ早く打ち返せるかの世界なんですよね。もういないかな。 OK、 いなそうっすね。そこにいなかったってことは、橋の方に行ったのか、もう直行で渡ってその丘上へ走っていたね。おっ、やべ、今のやべ、別所じゃなかったか。別所もったいないな。どこでやりやすったんだ。あら、良さそうな色してるね。どうせ弾だな。おお、メットか。え、メットだけ5できたのこの人。強気。ベストも着てこいよ。ような気もするけど、最近幻覚見えるんでね、いないかな。さて、ここでやってたやつはどこ行ったのかな。え、やべ、これが一番めんどくさいパターンのボットにバレたやつですね。このボットまあまあ出てくるんでね、嫌なんですよね。タイミング一定なんで、そのタイミングだけ隠れてあげるか、横にずれてあげれば、まあ当たらないんですけど、ここね。当たらなくなった。あれ、いないっすね。逃げちゃったかな。まあ、あんまり漁ってると6層いなくなっちゃうんで、入りますか。ちゃんとこの辺は危ない場所が何箇所かあるんで、しっかり索敵しながら、クリアリングしながら入りましょうね。から顔出してきたら結構きつい。いないかな。
ここの倒し方ね、まずもうこうなっちゃうとグレポン飛んできたらきついんですけど、こういうことね、こういう倒し方しましょう。降りたね。来てくれればもう正直こっちのもんだ。降りてくれればね、もうこっちのもんだ。コインで超怖いよね。でまあ音出しちゃったんで、あれ降りなければ、ね、2発目入れちゃえばいいだけなんで。上から来たのかな、上に行ったのかな、どっちかな。いなそうですね。いらねえ。ん？いるな。出ないよね、さすがにこっちには。だよね。裸だ。おっと、そっちの方が気になる。出てきてないのか、まだやるときはもっとするんでね。あっちは裸だったからそんなに興味はないんだけども、死んでる、ここで死ぬ、やり合ってたんだ。ここに死体があるの珍しいですね。ちょっと美味しいし、ちょっと撃たれたやつどうなったんだ。音消えたぞ。逃げた。あ、まだいる。何やってんだ。ん？ちょっとよくわかんないですね。漁ってる？え、なんかいる。あ、さっきのやつだな。あれ？ああ、MK 撃ったね。中にいいんじゃねえのか。わからない。撃ってるな。ボスが終わった。あたりもしくは橋渡るときに撃てれば理想的なんで、まだあそこはいいでしょう。回収していきますか。裸だったんで行くだけ光栄ぐらいの勢いなんですけどね。うんだよね、めちゃくちゃ怖い。おお、フレアガン8スコ。フレアガンはね、バッグに入っても銃なんで、一応持っといてもいいかもしれないですね。あとバッグといえば、これね、これ、結構バッグ容量、513でしょ？ステルド変わるんで、つけておくと、ちょっとバッグ圧迫するんで気をつけてくださいね。ベストとかも一緒ですね。っていうのを僕は前シーズンぐらいに知りました。はい、だいぶ遅かったですね。ね、ザビエルさんの、動画とか見てる人はね、もちろん知ってると思うんですけど。よいしょ。さて、
こんなにないのもつまんないね。あっちはどうなったんだろうな。落としなくなっちゃってるな。さすがにこの短時間でボス終わったってことはないと思うんですよね。まあでもあの打ち方からして雑魚かな。おお、まだいいんだ。遅くない？動きが。何してんだろう。どうしようかな。詰めてもいいんだけど、できれば遠距離から打ちたいな。なんかでも打ち方的に6層じゃなさそうですよね。6層だったらもっとガンガン行く気がする。いいかな。一旦放置で。入っちゃいましょうか。高台が生きてんだ。夫が全然生きてるんですね。いないのかな。当たりそうだな。あー、当たっちゃった、まあ、今日ちょっとブレるな。合わないな。ボスいるかもしれないですね。いたら借りたいな。弾もあるし。といても芋ってるときは芋ってっかんな。さて、いる？いるね。一回死んだのか。やべ、マジ？こうなっちゃったらね、焦らず伏せましょう。ほら、帰っていくから。で、ね、当たんないの。帰ってなくても。帰んなくても、そこで応戦しても全然 OK です。投げたんだ。うおー、腐ってるぜ、色が。きついね。さて、今の音で来なかったのかな。ならやりやすいんでやりに行っちゃってもいいかもしれないですね。で、あれをやりに来るやつ来そうだし、行ってみよう。6層が手に入るといいんだけどな。ていうか、そっか、リードはつけてんだからラジ行ってもよかったな。ラジに行けばよかった。え、あ、びっくりした。どっちもいいんだ。
さて、問題は人がいるかどうかなんだよね。多分ね、これ防具の耐久が減るまでめちゃくちゃ体力減るのきついっすよね。防具の耐久が減ってからはこうやってゴリゴリ削れるんですけど、だからできるだけね、メットの部分は腐ってんな、耐久を減らすイメージで削っていくと早く殺せますね。うん、腐ってんな。弾ねえよ、弾が。クレラジー行くのちょっと怖いっすね。行ってもいいけど、ワンちゃんを殺せなくなりそう。今んとこ何もいいもん取れてないしな。おヘルぐらいか。10発じゃボス倒せる気しない。109発か。いや無理だな。110発ぐらい使ったもんね今。全く動かない敵相手に。そろそろラジ組が戻ってくるんじゃねえかなと思ってるんですよね。それを変えたらラッキー。最近雑音なのかな、足音みたいな雑音が入るようになっちゃったな。さてラジ組はもういないのだろうか。かてえな、かてえな。なんかやり合ってる。もしかして、あ、研磨は嬉しい。どうしよっかな。研磨こんだけあんだったら全然行ってもいいかもしれない。お前がいらないんだな。一般300発か。これいるかな。やり合って向かったみたいですね。夫が下まで降りたんで。いや怖すぎでしょ、ちょっと。何それ、どういう状況なの。怖すぎなんだけど。さあどっちから帰ってくるかね。こっちから来るかな。こっちはまだあると。でも心理的にこっちの直線来るやつってあんまいないと思うんだよね。普通はこっちのカーブだと思うんですよ。
食わすのか。もう帰っちゃってる可能性が高いっすけどね。泣かれちゃった。え？びっくりした。木か。幻覚がひどいよね最近。あ、まあいてるよね。そりゃそうだよな。怖すぎ、痛すぎ、そしてさあてどうしようかね。するね。ついてきてるよね。やめて。こんにちは。いい子だね。あ、こんにちは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 。行き友ついてきてるかい？あ、こんにちは。ザクでやめとこう。それと、お前は戦う必要がない。お前やってる。やべ、こっちは予想外、こっちは予想外。いや、あ、痛そうだな。どうすか、俺帰れなかったのかな。帰っちゃってもいいかな。
今気づいたけどさ、間に合わなくない？ちょっとロックボックス整理するかしら。間に合わないっていうね。死んだな。ギリアウトかもしれないですね。あと1分で58秒でしょ。放射線ギリ間に合うのかな。間に合わない気がしてきたな。ちょっと無理やりにでもあれ取って軽にした方がいいのかな。もしかしてこれってこの中無理だよな。とこの人まで行ったことないからちょっと分かんないんだけどさ、最後どうなんだろう。飲まれて死んだことないんだよね。初体験かもしれない。ギリ間に合うの。飲まれて死んだ人は何回か見たことあるけど、遅い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 、来てる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 、あー間に合わなかったやっぱりいやー失敗したね。なるほどね、ロックボックスはあって一回死んだ扱いでバックは飛んでると。なるほどね。